ヒラ紫シがバスローブ姿で登場し、そのシャツの中には一体何が託されていたのかバスローブの裏話も含め、彼の意外な一面が明らかに。3月2日早朝に掲載された、バスローブを着た濡れた髪のヒラ紫シの写真で、ヒラ紫シのシャツの中に何が入っていたのかそしてバスローブの裏話はヒラ紫シは映画、クロサギに出演し、キングプリンス時代には数々の名曲を世に送り出しました。 平野紫耀の燃えるような肉体にファンは何度も目を焼かれた。本当に素敵な人間。できた男だな。何もかもが完璧で、こんな人が実在するなんて信じがたい。でも現実に存在していることが素晴らしい。この時代に生まれてきてよかった。筋肉がつきやすい人の特徴として、ホルモンの影響と遺伝の影響が挙げられるという。前者に関しては、すり肥大するために重要な男性ホルモン。 テストステロンの分泌量が多いことが考えられるとのこと。後者についてはこう解説する。筋肉には遅れ筋繊維と即筋繊維があります。この二つの繊維のあり合いは遺伝によって個人差があります。遅れ筋繊維は、持久力に関わる筋肉で長い時間小さな力を発揮するのに適している筋繊維で、マラソン選手などの長時間運動を行う人に多い筋繊維です。 一方、即筋繊維は瞬発的大きな力を発揮するのに適した筋繊維で、陸上の短距離選手やボディビル選手に多い筋繊維。遅れ筋繊維に比べ太く、即筋繊維の割合が多い人は筋肉質な場合が多いです。樋口さん。そうした点を踏まえつつ、平野の体つきについて聞いた。平野さんは遅れ筋繊維が優れた筋肉の持ち主であると推測されます。 筋肉がつきやすい遺伝的な要因と生活習慣を持っておられると考えられます。彼の筋肉のつき方からすると、いわゆるサイマッチョなので筋トレよりはダンスでの有酸素運動による筋肉だと思います。前出樋口さん。幼い頃の習慣も関係か、平野は8歳だった小学校2年生の時にダンスを習うなど、幼い頃から踊ることに慣れ親しんできた。 幼少期からダンスをしていることも体に良い影響を与えているのだろうか。幼児期は神経機能の発達が著しく、6歳までに大人の約8割程度までの神経機能が発達すると言われています。そのため、幼児期にダンスやその他の運動をすることで運動機能が顕著に向上します。また12歳頃、発達における第2のピークがきます。 この両方の時期に一つのスポーツをするより何でもやってみることが身体機能の運動機能向上につながります。なお、筋力トレーニングは成長が止まってから15歳以降にすると有効です。ここで言う年齢は実年齢ではなく、成長の段階が6歳らしい、12歳らしい、15歳らしい年齢になります。前出日口さん。過去のバラエティ番組では、 10歳だった小学校4年生の時にバドミントンを始め、中学1年生の時に地元愛知県で1位になったことが紹介されている部屋。8歳でダンスを始めて、並行して10歳でバドミントンをこなすなど、見事にこの流れに乗っている。腸内環境も大切。前室の樋口さんによると、筋肉がつきやすい人のも一つの特徴として、腸内環境が整っていることが挙げられるという。 どんなに筋トレを頑張っても、腸内環境が悪く、腸内で必要な栄養を体に吸収できていないと筋肉はあまり大きくなりません。筋肉がつきやすい人は良い生活習慣を送り、栄養バランスの取れた食事をとっており、腸内環境が整っている人が多いかもしれません。全室、樋口さん。この点でも、平野は抜かりない。2020年2月にファッション雑誌、ビビのインタビューで、今はグルテンフリーです。平野 何よりも食事の管理ですね。何かを塗ってとかよりも、内側からのケア、脂っこいものとかパン、面形は控えていますと発言しているのだ。幼少期から積み重ねてきたことが、何もしなくても筋肉がつく、体質につながっているのかもしれない。このように、平野仕様の肉体美は単なる遺伝だけでなく、幼少期からの積み重ねと健康的な生活習慣に裏打ちされているようです。彼の魅力は単なる外見だけでなく、 その裏にある努力や意識的な生活が深く関わっているのです。最後に、彼のファンやコミュニティにとって、平野の姿勢や努力は一層魅力的に映ることでしょう。彼の活動や姿勢から得られるポジティブな影響は、ファンたちにとってもっともっと魅力的な要素となることでしょう。これからも、平野仕様の輝きに注目していきましょう。